こんばんは。ちょっとめっちゃ目がかすむ。ちょっと待ってください。こんばんは、仰天ゆりなです。なんかすごいショールーム始めようと思った瞬間、急にめっちゃメールが霞んじゃって、なんだろう、怖っ。急に目が霞んで、ちょっと今もなんか若干目が白いもやがかかっちゃってて、なんかすごい目が霞むんですけど、なんでだろう、不思議。まあいっか。というわけで、こんばんは、仰天ゆりなです。今日めっちゃね、肌の調子いいんですよ。私今日メイク朝からしてるんですけど、崩れがね結構あんまりいい感じ。最近すごい肌崩れてて、なんかみたいな感じだったんですけど、なんかちょっといい感じです。今日は崩れ方がとか、今日はあのちょっとナチュラルな感じですにしてみましたとか言って、伝わるかな。まあシャドウはいつも通りな感じなんですけど、もうまつげが本当に生えてない、かわいそうなぐらい。ただね、マスカラがいつも黒使ってるんですけど、今日はなんかグレージュっぽい、黒ブラウンでもないですね、グレーっぽいマスカラをつけてます。で、口はね、これさっき自分で塗って塗ったんですけど、ちょっと、まあ、ショールームなんでね、ちょっと飛んじゃうので、今日普通にピンクっぽい感じのやつをつけてたんですけど、まあ、ちょっとショールームということで、まあ、服がね、もうここしか見えないじゃん、ショールームだと。なんで黒なんで、ちょっと強めの色のお口を塗って、ここもね、ここも今日薄いからお口だけちょっと濃くしてね、逆にバランスを取ってます。デコーかデコミです、ヤッホー。というわけでですね、今日はですね、お休みだったんですよ。私今日はお休みだって、もういっぱい寝ましたね。めちゃくちゃ寝ました。久しぶりに、あの昨日がちょっとね、朝早くて、でお稽古、あのお話し会お稽古って結構疲れんちゃんであれだったんですけど、今日はもうなんか本当に普通に7時ぐらいに一回起きたんですけど、さすがに早いと思って、寝れる時には寝とかんとうと思って、そうね、もう一回寝て9時半ぐらいに起きて、結構寝たかな、8時間ぐらい寝たと思います。結構寝れたなと自分で思ってて、結構寝れてね。今日はあの同じ事務所にスーシュシュルウェイ所属しているアーティストとしての部門でね、所属している木山春樹さんの個展が、10日から22日まで渋谷の西部でやってて、で行きたいなと思ってたんですけど、お稽古がさずっとあったから、で今日と明日 お稽古が休みで、あ今日休みだからと思って行きたいなと思ってたからと思って、今日は木山さんの個展にね、を見に行ってきました。すごい木山さんの絵可愛くてすごい好きなんですけど、くまさんってね、なんかまあ、私ストーリーとかツイッターとかに載せたんですけど、すごいなんかね、木山さん
ぽいなというか、その中のコンセプトとかはあのインスタのやつの木山さんのやつの書いてるんですけど、まあ、私は率直に見た感想としてはそれなんかハッピー、見てる感じですごいハッピーになれる熊さんとか、特に絵とか可愛かったりとか、そのなんか熊さんに目はないんだけど、そのなんかポージングとかそういうものですごくハッピーな感じになる絵だなと思って、なんかすごい木山さんって感じがすごい出てる。私木山さんと今回の舞台の今年に入ってからですね、お稽古で初めましてだったんですけど、ご一緒させていただくさせていただいてるんですけど、まあ、日はねすごく浅いんですけども、そうお稽古の時にすごくこう私が 2.5 自体が経験ないですし、ほとんどの人が初めましてだったり、木山さん何人かね知り合いの方とか何かが共演する人とかいたらしいんですけど、すごいね気を使ってくださって、たくさんね稽古の時でも話しかけてくださったりとかすごいしてくださってて、本当に役的にお兄ちゃんなんですよ今回。ミシェルのお兄ちゃんでクリスをやってるんですけど、本当お兄ちゃんみたいな感じで、すごくまあSNS とか見てくださったら分かると思うんですけど、すごいハッピーな方というか、とても明るくてすごい素敵な方なんですけど、それがすごいなんか絵にも出てるなって思いました。今日その個展見に行かせていただいて、いい人な感じめちゃくちゃする。そうすごくね素敵な方で、本当にめっちゃ見に行きたかったから、すごく見に行けてねよかったなと。本当にいやめちゃくちゃすごい人ですよ。なんか舞台の方でもとても有名な本当に素晴らしい方でなんだけど、すごくなんだろう、なんか素晴らしい人なのにすごいんだぞっていうのをしてないから、本当にすごいなって思いますし、なんか本当に素敵なすごい人ってそうじゃないですか。だから本当に今回ご一緒舞台ご一緒することができてね、すごく嬉しいな思いますし、他のキャストの方のお話とかも聞いてたりとかしても、本当に素敵な人なんだなと思うんで、今回本当にねすごく行けてよかったです。まあぜひ22日までやるんでね、もし興味持った方がいらっしゃればぜひぜひ渋谷の西部かなの8階だったかな、ぜひぜひ。ゆりなちゃんにも似てる気がするな、だって。あ、本当？でも確かに私も結構やばいよねって言われるんですよ。結構なんかそうやばいんですね、部類的にもね。やばいっていうか別にやばくはないんですけど、まあ面白い方ではあるのかもしれないですけどね。ね、本当にすごい素敵な方だなと思いますし、なんか本当にでもすごく、いやなんか自分本当にいや嬉しいなと思うのが、まあ、舞台もこうやってさせていただく、まあもう何年もねさせていただいてて、まあ最近ちょっと舞台がずっと続いてるのはいるんですけど、まあそれまでだったら年一ぐらいで舞台だったんですよずっと。でも本当になんか素敵な人にしか出会わないと申しますか、なんかみんな本当に、私毎回多分こう舞台の時とかなんか共演者の人と仲良くなったとかファンの人とかによく聞かれるんですよ。私はすごい人見知りだったっていうのもあって、昔とかはそうなんですけど、なんか結構もう共演者の人と仲良くなってるとか喋ってるってすごい聞かれるんですけど、ショールームとかでもね、まあ言うんですけど、聞かれるからよく言うんですけど、でも本当にそういう素敵な人たちにしか出会ったことないなと思って、なんかすごく、ああ自分恵まれてるなって本当になんか
なんだろうな、優しいです。ジャズの方は本当に演技自体もって感じだったし、だからそれをみんな組んでくださって、優しくくださってますし、まあ、今回とかも私 2.5 本当に未知で、なんか結構共演者の人とかに、ね、なんか普段とかってこうなんか今回投資が何回だったかな、4回ぐらいしかできなかったんですけど、なんかでも4回でもできてる方だよねとかっておっしゃってて、あそうなんですかみたいな、普段とかあんまり投資とかないんですかとかって言ったら、いやもうすごい時なんて衣装付き投資稽古1回で投資は終わりだったりするよみたいな、その演出家さんとかの意向とかにもね寄ったりするんだけどみたいな、そうだからすごいなんか、まあ、分からないですか、だからいろいろね、なんか本当そういう感じはどうなんですかとか、すごいねのね、いろいろねお話聞いたりとかして、やっぱりね面白いなって思いますし、すごくね雰囲気のいい現場です。あの本当にね面白い、なんかその投資やってる時に出番がない時にこう椅子でね座って見てるんですけど、すごい面白い、ちょっとね笑ってしまうたりとかするシーンもあったりとか、すごく2週間しかなかったのに稽古期間が、すごく2週、本当に演出家の山本一慶さんもなんか本当にできるのだろうか、でもやんないと間に合わないしみたいな、でもすごいそれをみんながちゃんとできるように持ってきてくれてるのは本当にみんなすごいって言っておっしゃってて、でそのやっぱりでもその山本一慶さんもその演者の人が、いや山本一慶さんがこうこうこうだから、いやすごいやりやすかったとかこうおっしゃってたりとかしてて、すごいなんかどの舞台、それこそこの前出たオットタクシーの時もそうですけど、成瀬さんが演出だったんですけど、そのキャストの方とかにやっぱ話聞いたりとかすると、やっぱりいやすごいすごいよねみたいな、の演者の人もその演出家さんのことをすごいリスペクトというか、本当にすごい人だよねみたいなっていう風におっしゃってたりとかするのを聞いたりとかすると、あやっぱり本当にすごい素敵な空間なんだなって改めてやっぱ感じるんですよ。やっぱりそうやって演者もいやエスカさんのことすごいって言うし、エスカさんもみんなのことすごいって言って、こうこのなんかリスペクトの試合というか、このねがすごく素敵だなってめちゃくちゃやっぱ思いますし、すごいね、なんかねとっても今回結構期間、まあ、私が今まで舞台をやってきた中ですごく短かったんですよ稽古期間というか、それこそもう主演の2人がすごく忙しくて、今年に入らないとその演技の方での参加ができないってなってて、ね、その去年の末の方にその盾とかのねやつはやられてたんですけど、演技の方は今年入ってからしか無理だってなってて、ね、そうそうそうじゃあ何言おうとしたか忘れてたけど、何なんだっけな、そうそうそう、すごいね、うん、本当にね、何を出したか忘れちゃった。そうでも本当にねすごく皆さん素敵で、うん、ちなみに今回のあの盾やられてるのはガクさんなんですよ。あのガクさんって皆さん多分知ってると思うんですけど、まあ、いろんなね 2.5 とかの盾とかもやってたりするんですけど、ガクさんってマジムリ学園来の時に私は初めて共演っていうか、あの盾の指導をしていただいたんですけど、そのガクさんがね今回もハイカードのやつやられてて、そうなんですよね、超久しぶりにあの稽古場とかでもねガクさんが来ててちょっとお話ししたりとかしたんですけど、そう真面目に学園ライブリですねみたいな、でもなんかもうみんな卒業しちゃったんでしょみたいな、みんな元気とかって、あでも元気ですよとかっていうお話をね、そうそうしてて、なんか、うん、あの時はこうこうこうでしたねみたいな、めっちゃ懐かしいねみたいな話とかもねそうそうしてて、そうマジムリ学園ライブの時の盾をしてくださった
岳さんが今回も盾を吸ってくださってて、まあ、私今回盾やらないんですけど、真面目に学園の時も盾やってなくて、全然羽根地先生だったんで、だからなんか、いや真面目に学園の時もそういえば岳さんだったんですけど全然盾やってないしみたいな、今回も盾やってないですね私みたいな、確かにねみたいな、ね、話で盛り上がったりとか、あと他のメンバーのね話でね、元気とかね、もうちょっと8減っちゃったよねみたいな、寂しいとか。そう、でもそれこそあのアサルトリリーだったかな、私あの凪と綾音が同期で出てて見に行ったんですけど、あれも岳さんだったらしくて、そう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 、そう、なんかその時にそう坂口と綾音とも会ったよみたいな話してて、あ、それ担当されてたんですねみたいな、見に行きましたよみたいなね、話とかもねしてたりとか、すごいこうやってお話できてね、すごく嬉しいなと思いましたし、自分もこう舞台やらせていただけるようになって、まあその2回目の共演の方だったりとかがこう増えてきて、すごく嬉しいなと思って、今までは本当に常に初めましての共演の人ばっかりで、ちょっとね寂しかったんですけど、あのだいぶ2度目ましての共演だったりとかの方がすごく増えて、すごい嬉しいなって思うようになりましたし、もう今回の舞台もそうですけど、すごい役者の皆さんと、有名な作品とかねやってる役者の皆さんとご一緒できて、この稽古の姿勢だったりとか、あとはまあその稽古の時の普通にキャストの方とのお話だったりとかの見てて、やっぱりねすごい人だなってすごく思いますし、そう今回もね、私基本私ね結構下の方なんですよ、年、そうアンサンブルの子が一番若いんですけど23だったかな、で1個下があのレオ役の石橋さんが1個下で、次が私で、あとはもう皆さん年上の方ばかりで、なんかすごい、なんかそれこそ前大西のラジオに出た時にこの話もしたんですけど、だんだん自分が一番末っ子だったのに気がつけば下が多くなってきて、自分が上の方に行くよねっていう話を前のラジオの時もしたと思うんですけど、もう本当に AKB でももう後輩の方がダントツに多くて、なんならちょっと前まで中堅だと思ってたら、もう考えれば上の方じゃないですか、8のメンバーってもう10年目になりま、11年目にもうちょっとでなっちゃう、丸10年になっちゃうので、だからすごい自分が上って感じでなってたんですけど、下もだいぶ増えてきたなって思うんですけど、でもやっぱり外の舞台のこうものによるんですけどね、今回の舞台とか一緒にさせていただくいただいたりとかするとやっぱまだ下の方だったりとかするから、ね、すごい不思議な気分です。その AKB とかでは断然上なんだけど、こういう外の仕事させていただくとまだ若い分類に入れていただけるのがすごく不思議な気持ちになりますね。まあだいぶもう下もね、今まではもう絶対的末っ子だったんですよ私舞台でも、だけどそのオトタクシーとその1個前の犬猫もそうですけど、下がねあの下がこうね増えてきだしたりとかしてとかすると、そうでも逆にすごく経験をいっぱい積まれてる、皆さん方がいらっしゃって、年も上だということで、まあ、すごく引っ張ってくださりますし、経験も豊富ですし、すごくねあの勉強にはとってもなります。お話とかお聞きする、私が全然こう分からないことがまだ多かったりとかしたりとかすると、え、こうなんですかとか聞いたら、いや、結構こういう現場も多いよみたいな話をね教えていただいたりとか、逆になんか、ね、アイドルってどういう感じなのとか、そのやっぱりお互い分からない世界だったりとかするから、なんかそれはどういう感じなのって逆に質問していただいたりとか、
ごくね、あの自分も昔に比べて断然に人見知りなくなったなってすごく思いました。なんかその、まあ、今回の、まあもまあ、今回の舞台に関しては一番最初にやっぱり女性のキャストさんとやっぱ一番最初にやっぱ仲良くなりましたですし、あの一番やっぱ喋るのはチェルシー役の茜綾さんなんですけど、茜綾さん年がね3つくらい上なんですけど、3つぐらい上なんですけど、チェルシーなんでこうなんだろう、出番が近いんですよ。出る出番がで近くて結構この待ってる時間も2人長くて結構だから結構あの待ってる時間に一緒に喋ったりとかするんですけど、すごいあの私赤ちゃんって呼んでるんですけど、赤ちゃんもすごくあの優しくて、そうすごい話しやすいんですよね。だからすごいたくさんお話しさせていただきますし、シーン的にもあのチェルシーは関わるんですよ。私チェルシーとフィンとクリスしか関わらなくて、役的には基本的に。なのでそれで結構お話とかさせていただいたりとか、一番キャストの方でお話はさせていただいてるかな。他の方はまあまあちょぼちょぼてんてんとお話しさせていただくこともあるんですけど、まあ、一番ね老成ですよ。あの出番も近いですし、すごく喋りやすくて、うん、昔だったら本当に全然喋れなかったのが、結構やっぱり喋り自分からもそれこそ赤ちゃんに喋りかけに行ったりとかもするし、うん、逆にその木山さんとかまあ、私が絡むのはあのフィンとクリスとチェルシーなんで、やっぱりその、ね、なある程度やっぱ仲良くなってないと演技もすごいさ、これ結構演出家の人にも言われるんですけど、仲良くなってないのが出てるよみたいな、ちょっとみんなこう探り探りのみたいなやっぱあるじゃないですか、初めましてだと。そうね、待ったりとかして、まあでもすごい話しかけてくださって、皆さん結構あの特にやっぱ役で絡むクリスとフィンはあのそうですね、話しかけてくださったりとかしますね。うん、なんで今回私が出るシーンがある、まあ原作見てくれた人は分かると思うんですけど、あの結構楽しそうな感じで多分できてると思うのでよかったら楽しみにしていただけたら嬉しいなっていうふうに思いますね。はい、すごいそうですね、やっぱりみんな優しいお兄ちゃんとお姉ちゃんばっかりなので、すごく私も楽しくお稽古させていただいてて、もうあとは小屋入りしてバータリーなんで、次皆さんに会うの2日空いちゃうんでね、ちょっとドキドキなんですけども、あの本当に素敵な作品に仕上がってる。ちょっと待って、時計ぶっ壊れてるから今何時か分かんないね、思うのでぜひよかったら楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。出番はね、まあ、あれかもしれないですけど、私的にはすごくいい経験だと本当に思っています。はい、というわけで楽しくやらせていただいております。もうみんなが本当に舞台をやるたんびにみんなに人見知りしないでねって、自分からもっと話しかけに行きなよとか、みんなと仲良くなれたと、もう毎回すっごい聞かれるのもうすんごい聞かれるんですけど、でも本当にね昔に比べて全然人見知りしなくなりましたし、一個前のオートタクシーの現場とかではなんか人見知りだって思わなかったって言われましたし、今回の現場でもそんな人見知り感ないよって言われるので、なんかすごくちょっとそこは成長できてるんじゃないかなって、やっぱいろんな人と関わらせていただけるようになって、そうですね、そこはちょっとこう成長ができるように、成長できてるんじゃないかなって個人的にすごく思います。
でもやっぱり今の感じはもう待ってちゃダメだよって言って結構教えていただきました。そのやっぱり、自分で待っててもダメだから逆にグイグイ行くぐらいの方がいいよって言って、そう、自分から全然話しかけに行ったりとかして、でもそれをなんかえって思うはないからって言って、共演者の人たちみんな、それ共演者の人たちとみんな仲良くなりたいと思ってるし、そう、仲良くなりたいと思ってるから、全然自分が喋りに行った方がいいし、喋りかけられてなんかえって思うことはないよって言って、すごい言われたので、まあ、そこ自分からねぐいぐいは言ってないですけど、喋ってくださればお話しする感じなんですけど、今でもですね。だけどその喋っていただいて、こうあうんはいとかではなくて、全然普通に喋るっていう感じではあるんですけども、なんか全然質問とかもします。そういうのってどうなんですかとか、他の現場とかってこういう感じですかとかっていうの全然自分からも喋りますし、それに対しては答えてくださいますし、うん、そうでもすごい、うん、昔に比べて人見知りは結構減ったんじゃないかなと思います。もうめっちゃ赤ちゃんとか、赤ちゃんね、あかねさんとか、そう、なんか夢の国行きたいねとか全然関係ない話とかしてます。はい、結構待ち時間長くて、だからついこの間とか夢の国行きたいよねこれね、私が全然夢の国に行ってなくて、で赤ちゃんめっちゃ夢の国好きで、だからなんかこれってこんな感じなんですかとか喋ったりとかしてますそう、とっても楽しくお話しさせていただいてます。そう、まあ、そんな感じでめっちゃ話は方向性はいろいろ、あ、そう、木山さんの個展を見に行かせていただいた話からいろいろ話はされましたけども、そういう感じで、そう、今日はお休みだったんで、そうなんです、個展も行けましたし、いろいろとね、その消耗品がなくなっちゃったって結構言ってるじゃないですか、ショールームで。でそれをねちょっと買いに行ったりとか、はい、いろいろと充実した一日だったなというふうに、用事ごといろいろできた一日だったなというふうにね思います。とても楽しかった。というわけでこの辺でショールームも終了にしたいなというふうに思います。でも本当に今日寒かった、びっくりした、本当に寒いってカイロ忘れたから、もう本当に寒かった、カイロ忘れたってなってガッピーンってなって言っちゃったってなりました。まああとは予約じゃなくて予告としたら、生誕グッズの予約始まってるんで、ぜひよろしくお願いしますと、今月の生写真のググタスの空の衣装のやつかもぜひチェックしてください。そしてオンラインお話し会と握手会の受付もぜひよろしくお願いします。あと私その昨日のお話し会のブログ書いたんですよね、だからまあいつか投稿されると思うんで、それはお楽しみにってことで、はい、こんな感じですかね、予告としたらだと思います。はい、というわけでもうちょっとしたらね舞台も本番迎えますんで、そしたらもう舞台って感じになると思います。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。じゃあランキング読みたいと思います。13位しんど3、12位近いしーさん、11位さんもすさん、お話し会ありがとうね、だってこちらこそありがとう、10位マーニャンさん、
9位ヤンガさん、8位横吉さん、7位岡山さん、6位サングラスのおやじさん、まだ一押しです。おお、ありがとうございます。5位司令長さん、久しぶりに来ました。おお、本当だ、久しぶりじゃないですか。久しく見てない。ありがとうございます。4位ミスター社交辞令さん、3位ザック、月菜奈さん、舞台本当に楽しみにしていました。ありがとう、うん、本当楽しみにしていてください。2位島根のちーやんさん、お、初壇上ですか、ありがとうございます。そして第1位はナーラブさんです、ありがとうございます。というわけで今日も見ていただき本当にありがとうございました。じゃあ皆さん、また明日の、明日はね、昼過ぎぐらいにできたらいいなとかちょっと思ってます。はい、あ、ついにゆりなちゃん髪を短くしたいと思います。このロン毛は今日で見納めです。明日朝から髪の毛を切ってきますんで、このめっちゃやばくない、このさ、服の切り返しんとこまでさあるんだけど、すごい超長い、この長さは、もうさらばということで、皆さん今まで本当にありがとうございました。ロングヘア、あとドボコンの一般枠始まったんで、皆さん外れたオンパレードだとは思うんですけど、ぜひ一般で投げて当たることを願っております。というわけで今日も来てくれてありがとうございました。明日髪の毛切ってきます。じゃあね、バイバーイ。